こんにちは向田邦子作無名仮名人名簿から天候の二回目をお送りします出窓の白い旗に雨のシミが目立つようになった小学校の時の大安殿の後ろに立っていた国旗掲揚台の日の丸に似てきた 「いつもごちそうになるから」と言っても豆腐やごまなどの自然食品だがごちそうはごちそうである新しいハンカチをプレゼントしようかなと思っていた矢先のことであるいつものように格子戸を開けようとしたら白い旗が出ていない「珍しいわねえ」とからかったところ少し口ごもって。 「もう豆腐はやめたわ」というのである出窓の洗濯物を取り込むので何気なく窓を開けたら豆腐屋のおっさんがあたりに人気のないのを幸い立ったまま用を足していた「この辺表に水道も井戸もないのよ」ということは手を洗わずにお豆腐を触るわけじゃないの。 豆腐は水の中にあるわけだからそう神経を立てるほどでもないと思うのだが彼女は「でも触ったわけでしょ」と後へ引かない触ったにしてもよ食品じゃないけど人工着色や防腐剤は入ってないんだし人間として自然なことじゃないの。あなた「自然」という言葉が大好きだったじゃないの。 湯豆腐にでもしなさいいよと言たたかったが「冗談としてはやや品格を隠し揚げ足取りにもなることだからこれは心の中でつぶやくだけにした」「待つ子との付き合いはかれこれ三十年になるが振り返ってみるとこってこってそれ一筋」と天候の繰り返しである。 治に始まって「鯨のハム」しわがれ声の「サッチ」も歌う「ラビアンローズ」「黒ギャバジンのロングスカート」「ジェラール・フィリップ」「英会話にかっぱえびせん」「運転免許とニンニク卵」「紅茶きのこに鷹の花」 といった塩梅である。コリショの人は、自分だけではエネルギーが余ると見えて、他人への切腹もものすごいものがある。紅茶キノコの時は、電話の説得だけでは効き目なしと見て、いきなり現物をドカンと放り込まれた。ガラスの容器の中に、インベーダーの内臓のような、 年取ったクラゲのようなものがプカンプカンと漂ってこれが生きていて増えるという夜ご不浄に起きるたびについ台所の電気をつけて覗いてしまう元気になるどころか一度も飲まないうちに私は恐ろしさにぐったりしてしまいその気持ちは紅茶きのこにも伝わったと見えて敵もみるみる元気をなくして 一週間ばかりでご臨終となった間もなくマツコも紅茶きのこ紅茶きのこと言わなくなった「飲んでる?」とか「増えてる?」と電話をかけてこなくなった「凝り症で人に勧めた人は自分の熱が冷め転校すると罰が悪いのか少し疎遠になる。 うんともすんとも言ってこないのでさては転んだなと思っていたら案の定であったきっかけはエイを見たせいだというエイといってもエイスケではない座布団みたいに平たい魚のエイである水族館でガラス越しに見ているうちに目が合ってしまった。 何かに似ていると思ったらうちの紅茶きのこなのよそれきり飲めなくなったそうな彼女が凝ったものの中で一番地道をあげたものは教会であろうクリスチャンになったというより教会の雰囲気に夢中になっているように見えた建物も賛美歌も アメリカ人の神父様もすべて彼女のたたえてやまないものであったバザーがあればまだ使えるスタンドを抱えて飛んでゆき結婚式があれば無料奉仕でオルガンを弾いていたそのマツコがいつの間にか教会の話をしなくなった動物園に行って キリスト様に似たカモシカと目があったんじゃないのとかまったら火事がいけないという夜中に教会のそばで火事があった自転車で駆けつけたところ憧れの神父様がパジャマにガウン姿で荷物を持ち出していたその金髪の頭にクリップがついていたのよ。 今彼女が夢中になっているのは波症の香川と生水であるこれで天候は終了です。ありがとうございました。